ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、魔理沙はバスに乗るときどこの席が好き？私はねえ、一番後ろの席で後ろを走ってる車とか景色見るのが好き。私は別にどこでもいいが、なんで一番後ろなんだ？ね、あんまり意味はないけど、前見てると、魔理沙がいつもおっかない話ばっかするから事故とか怖いし、後ろなら席が広くて窓も大きいじゃない。ははは、そりゃすまん。では、今回の動画では2022年に起きた静岡観光バス横転事故について紹介するぜ。おい意地悪にも程があるでしょうが。っていうか、結構最近の事故じゃない。一体何があったの？事故の経緯としては、名前のまんまだな。富士山5合目まで行く日帰りツアーの参加者を乗せた大型観光バスが、県道を走行中に制御不能状態に陥ってしまい、横転事故を起こした。この事故で乗客1人が亡くなったほか、6人も重傷者を出すというかなり悲惨な出来事だったんだ。おお、それにしても、普通の県道で制御不能状態に陥るって、一体どういうことなのよ。逮捕された運転手の供述によれば、ブレーキが効かなくなったとのことだが。ブレーキが効かなくなった？なんか怪しい。ただ、事故現場の道路にはスリップ跡などが残っていた。事故の調査でも、運転手は実際にブレーキペダルを踏んでいた。それ自体は確かなことだとわかっている。にもかかわらず、とある現象によってブレーキが効かなくなってしまったんだよ。運転手はブレーキをちゃんと踏んでいたけど、効いていなかった？今回の事故が起きたのは、運転手の技量不足ももちろんあるにはあるんだが、それ以上にこのとある現象によるところが大きかった。この恐ろしい現象は、観光バスなどの大型車両だけではなく、一般的な自動車やバイクの運転などでも十分に起こりうることなんだ。そりゃやばい。普段から車を運転する人は、ぜひ注意してみてほしいところだね。また、今回のバスを運行していた事業者は、貸切バス事業者安全性評価認定制度で三つ星評価を受けていてな。この事故は、同制度で三つ星評価を受けた事業者が起こした初の死亡事故となってしまったんだ。それだけに、こう起こしたことが世間に与えたショックも大きかった。そんなことなっちゃうと、その安全を保障するための評価制度に対する信頼そのものが揺らぎかねないよね。事故の理由やその反響など、話すべき点も多いところだが、まずはいつも通り、そもそもの事故の経緯と概要からかいつまんで紹介していこう。2022年10月13日午前11時50分頃、静岡県寸東郡小山町須走の県道、富士山須走口の5合目に至る区間、通称富士あざみラインでその事故は起きた。東京に本社を置く大手旅行会社クラブツーリズム主催のバスツアー参加客を乗せた大型観光バスが、走行中に制御を失ってしまってな。ブレーキが効かない状態になったバスが、道路脇の斜面に乗り上げて、そのまま横転してしまったんだ。普通の自動車でも横転は危ないけど、観光バスのような大きな車が横転したってなると、衝撃もかなりデカそうだよね。ツアーの内容としては、埼玉県西部から出発して富士山5合目まで向かい、その日のうちに帰ってくるというシンプルなものだ。事故が起きたのはツアーの折り返し、5合目から下り坂を下ってからわずか 5km 未満、走行時間にして10分ほど経過したところだったという。出発してすぐに事故が起きたのね。下り坂を下っている最中に、車体が左右に蛇行するダッチロールと呼ばれる状態になり、サイドブレーキを引いても状況は改善せず。経験豊富な添乗員が、すぐさま乗客にシートベルト着用の指示を出して、少しでも被害を軽減しようとしたが、事故の被害規模はどんなものだったの？観光バスに乗っていたのは34名の参加者と、運転士添乗員を含む計26名だった。今回の事故では、70代の乗客女性1名が命を落としたほか、メディアによって数にばらつきはあるものの、6人の重傷者を含む26から35人の負傷者が出たそうだ。中には、腕や指を切断する大怪我を負った人もいるらしい。うわぁ、もうほぼ全員、何らかの被害を受けているじゃない。運転手の男性は、過失運転致傷の容疑のためその場で現行犯逮捕された。冒頭の繰り返しになるが、ツアー企画元のクラブツーリズムによれば、運転手は事故の理由についてブレーキが効かなくなったと周囲に話していたとのことだ。ブレーキが効かなくなった、ねえ。でも、事故現場にはブレーキ痕があった、ということだよね。ああ、運転手がブレーキを踏んでいたことは確かだな。ご年配の運転手さんの事故でありがちな、ブレーキとアクセルの踏み間違いみたいなことはないわけだ。なお、バスの運行会社によれば、少なくとも事故当日の朝には、バスに異常などは見られなかった。運転手についても、アルコール反応などはなかったとのことだ。一体何が原因で事故が起きたんだろう？今回の事故の原因については、国交省の外部機関である事業用自動車事故調査委員会がその調査を請け負うことになった。また、国土交通省は道路運送法に基づき、このバスの運行会社に対する特別監査を行ったとのことだ。
さて、早速だがここから、今回の事故の原因について解説していこう。今までの情報を整理すると、事故の経緯としては大型観光バスが一般県道で横転したというシンプルなものだったね。運転手はブレーキが効かなくなったって言っていて、現場の道路にはブレーキの跡が残っていた。事故当日の朝の時点では、バス本体にも運転手にも、その後の事故の原因になるような異常は見られなかった。ここで追加の情報だ。事故日から約1週間後、警察と自動車メーカーによる調査検証の結果が発表されたんだが、どうやら、事故を起こした大型観光バスはギアがニュートラルに入っていたとのことだ。はぁ、つまり、運転手さんがギアをニュートラルに入れている状態でバスを走らせている最中に、今回の事故が起きたってことか。それにしても、走行中にニュートラルにするようなことってある？いや、ここはちょっと複雑なところなんだが、実は、大型バスの変速機にはこんな仕様があったんだ。車のスピードが一定以上の時は、ギアチェンジの際に一段ずつしかシフトダウンができない。つまり？普段車を運転しない人でもわかるように、ここは少し詳しく解説しておくか。車の運転には変速機、あるいはトランスミッションと呼ばれる装置が使われていてな。用途としては、エンジンで発生した力をどのようにタイヤに伝えるのか、任意で変えることができるというものだ。オートマチック車だとギアを D、すなわちドライブに入れるとタイヤが前に回転して車が前進する、R のリバースに入れるとタイヤが逆回転して後ろに下がる、みたいなことね。マニュアル車の場合は、このギアの種類がもう少し複雑でな。タイヤの回転の向きだけではなく、回転数の設定も変えることができるんだ。例えば、1速もしくはローギアと呼ばれるものは、回転数が最も低く、走行スピードもあまり出ない。なので、重貨車の発進時に使われているな。あとは、スピードが出ない代わりにパワーがあるから、上り坂を上がっていく時にも使われるよね。最初は1速からゆっくり動かして、スピードが上がってきたら2速3速と、より回転数の多いギアに切り替えていくのよね。で、車のスピードが上がってきたら、それに応じてギアを2速3速と、より回転数の多いものに変えていくわけだな。オートマチック車の場合は、このギアの回転数の設定変更を自動でやってくれるんだが、バスやトラックなどの大型車はマニュアル車が多いので、運転手が状況を見てギアチェンジをしなくてはいけないというわけだな。確かに、大きな車ほど運転手が自分でギアを動かしているイメージがあるわ。で、今回の事故では、バスのギアがニュートラルに入っていたというわけだが、ニュートラルって、どのギアも選択していない状態のことだよね。ああ、より厳密に言うと、どのギアにも歯車が噛み合っていない、タイヤにエンジンの力が一切伝わらない状態になっている。バスとかの大型車両の運転はわからないけどさ、普通に運転していてこの設定にすることってそうないよね。軽く調べてみたところ、下り坂の走行中や信号待ちのタイミングで、ニュートラルにする人がいるそうだな。ただ、前車は単純に危ないし、後車は故障の原因になることがあるので、どちらも推奨されていない。ニュートラルの本来の用途としては、車が自分の力では動けなくなってしまった時に、車体を直接押したり引いたりして動かす時に使う。なるほど、エンジントラブルだったり、くぼみにはまって抜け出せなくなった時なんかに、その場で立ち往生するわけにもいかないからね。と、少し説明が長くなってしまったが、本題に戻るとしよう。先ほど霊夢も触れていたが、普通マニュアル車を運転するときは、まずは1速からスタートして、そこから徐々に加速しつつ2速3速4速とギアを上げていくよな。一方で、減速するときはこの逆で、4速3速2速と下げていくわけだが。まあでも、必ずしも順番通りじゃなくてもいいのよね。そうだな、例えば1速で十分に加速してから、1段飛ばして3速、あるいはそれ以上の数字のギアを選ぶということもできる。ただ、この時に選んだギアと車の走行速度がきちんと合っていないと、エンジンに大きな負荷がかかったり、最悪故障したりする可能性があるんだ。ふんふん、階段でも2段飛ばかしとか3段飛ばかしは大変だし失敗すると痛いもんね。それはさておき、過去の事例では、この適切でないシフトチェンジが原因で、車両火災が起きるといったこともあった。で、こういった事故を未然に防止するという意味で、この大型観光バスはギアは絶対一つずつ順番に変えるようにという仕様になっていたんだよ。なるほどね。でもさ、それってもし運転手が操縦を誤って、一段ずつではないシフトチェンジをしてしまったらどうなるの？その時には、レバーをそのギアに入れていても、実際にはそのギアが選択されていない状態になる。つまり、運転手の感覚ではそのギアに入れているが、実際には何のギアも選んでいない、ニュートラルの状態になるということだ。ああ、それで発見時はギアがニュートラルに入っていたのか。それにしても、なんともややこしい仕様だな。
もちろん、この仕様だけでは、運転手がギアを飛ばしてしまった際に、自身の認識と車の挙動が噛み合わずに混乱してしまうかもしれない。なので、一応は警告灯や警告音によって、ちゃんと一段ずつのギアチェンジをしなかったからニュートラルになっていますよというのを知らせるようになっているんだが、この運転手さんは、それに気づかなかった?もしくは、気づきはしたものの、慌ててしまったとかな。とはいえ、ギアがマニュアルでも、ブレーキが効かないというわけではない。あくまで、アクセルを踏んでもエンジンの動力がタイヤに伝わらないってだけだもんね。その上で、今回の事故が起きた経緯を説明するために、もう一つ説明しておかなければいけないことがある。それが、フェード現象というものだ。フェード現象?簡単に言うと、車の走行中にブレーキの効きが悪くなってしまう現象のことだな。そんなに恐ろしい現象があるの?何も無条件で起きるわけじゃない。フェード現象が起きるためには条件があって、よく知られているのは下り坂でフットブレーキを使いすぎるというものだ。いやでも、下り坂なんてスピードが出やすいんだから、ブレーキはちゃんと踏まなきゃいけないじゃない。いや、そんなことはないぞ。自動車学校とかで一応習うと思うんだけどな。そうなの?でも、ブレーキを踏まずに、どうやって下り坂で安全運転するんだろう。まずはフェード現象がなぜ起きるのかについて、軽く解説しておこう。いわゆるフットブレーキの構造は、ブレーキペダルを踏んだ際、油圧や空気圧の力によってタイヤを回転させている部分に摩擦材が押し当てられる、というものだ。ただ、長い下り坂を下っている最中に、何度も頻繁にブレーキを踏んでいると、摩擦材が度重なる摩擦によって熱を持ってしまう。ふんふん。この熱が一定以上になると、摩擦材の素材であるゴムや樹脂などの耐熱温度を上回り、分解されたりガス化したりする。このガスの膜が、まるで潤滑剤のような役割を果たしてしまい、ブレーキをいくら踏んでも滑って効かなくなってしまうというわけだな。そんな落とし穴があったなんてでもさ、とはいえ下り坂をノーブレーキで走るのは危なすぎるじゃない?ああ、なので本来はフットブレーキ以外の方法で減速することが大事なんだよな。フットブレーキ以外の減速方法?自転車なら最悪靴の底地面に擦らせちゃうけどね。先ほどの話にも関わってくるんだが、ギアのシフトダウンによって回転数を落とせばよい。あ、なるほど。一速とかに落としてしまえば、簡単にスピードは落ちるもんね。事故を起こした観光バスの運転手は、フェード現象それ自体はもちろん知っていたものの、滅多に起きることのない特殊な出来事と捉えていたそうだ。ましてや、運転してわずか10分でそれが起きるとは想像もしていなかったらしい。事故当時は、フットブレーキを踏みながら4速で走る方が揺れが少なく、乗客も快適だろうと考えていたとのことだ。乗客の乗り心地を考えたのが、裏目に出ちゃったのか。一応、下り坂のフェード現象防止というのは、バス運転手にとっては必須とも呼べる技能だが、バス業界の関係者によれば、道路状況やスケジュールなどを気にして、ついアクセルとブレーキを頻繁に踏んでしまうというのは、経験の浅い若手や新人がやりがちなミスだそうだ。なるほどねー。実際、運転手さんは経験が浅かったのかな?事故当時はまだ20代半ばで、事故の前年に入社したばかりだったみたいだ。一応、研修期間はあったみたいだが今回の事故現場となった道路を運転したのは、この日が初めてだったらしい。おーおい初めてかよ。これ、会社側の教育不足の可能性もある?ともあれ、下り坂の急カーブで何度も強めにブレーキを踏んでいたせいで、フェード現象が発生。バスは制御を失い、時速およそ 93km まで加速。十分に減速しないまま、カーブを曲がりきれずに道路脇の斜面に突っ込んでしまったというわけだ。さて、ここからは事故のその後について簡単に見ていこう。まず、運転手の男性はフットブレーキを控えながら走行するという注意義務を怠ったということで、過失運転致死傷の罪が適用された。静岡地方裁判所沼津支部は多くの命を預かる立場ながら、運転上の注意を守らなかったことが事故の原因になったということで、禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。執行猶予なしか、さすがに重いね。一方で、観光バスを運営していたバス会社の運行管理者についても、業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたがこちらについては、今年の5月時点で不起訴処分になったとのことだ。運転手にのみ実刑が下ったことについては、特に観光バスの運転手は多くの命を預かる立場なのに、基礎的な知識をおろそかにしたという部分が重く捉えられたみたいだな。まあ、それはそうね。この判決に対して、運転手はどんな内容であっても受け入れるつもりだったと、控訴しない意向を表明した。また、今後一切車に乗らないことを誓ったほか、面会が許された被害者の方には直接謝罪したとのことだ。これほどの事故を起こしてしまったけど、本来は誠実な人だったのかな。
勤務態度や人柄について、周囲の評判は良かったみたいだな。一方で、今回の事故原因をめぐっては、彼自身だけではなく会社や業界の抱える課題によるところが大きいのではないか、という指摘がある。やはりかそんな気がしたわ。例えば、ツアーのコースやスケジュールを設定した旅行会社だ。こちらについては、そもそものスケジュールにかなり無理があったんじゃないか、と言われている。ベテランの運転士でなければ時間を守って運行するのは厳しい、なんて批判もあるくらいだ。にもかかわらず、経験の浅い真面目な運転士さんが、その難しいコースを初日で任されていたのか、無理なスケジュールに間に合わせようと、焦ってしまったっていうパターンもありそうだよね。その可能性は否めないな。また他にも、観光バスの運行会社の労働環境、研修制度のずさんさについては、ウェブメディアを中心に疑問や批判の声が上がっていた。表向きにはきちんとしているが、内部の実情を知る人によれば、運転士にかかる負担が非常に大きかったようだ。というかさ、バス業界ってその辺結構ブラックな印象あるんだけど。バスドライバー、特にバスツアーや長距離バスの運転手の業務の過酷さについては、事故が起きるたびに話題になるよな。長時間労働は当たり前で、実態はさらにそれ以上に拘束時間が長い。スケジュールに遅れがあれば、運転手が休憩時間を返上して埋め合わせをするが、それに対する補填や残業代が出ないというのも珍しくはないそうだ。スケジュールの遅れって言うけど、道路状況なんて日によって全然違うんだから、遅れることがあるのは当たり前じゃん。バスに電車レベル求めちゃダメよ。繁忙期にはどんどん仕事を入れられて、睡眠時間すらまともに確保できないってことも珍しくないそうだ。で、そんな過酷な業務についていけずに人が辞めていって、残った従業員にしわ寄せが来るという悪循環だな。こりゃダメだ、どこに出しても恥ずかしくない、立派なブラック企業の誕生だ。大勢の命を預かるバス運転手というのなら、彼らの体調や疲労の度合いに気を使うのも、会社側の務めだと思うんだけどな。今回の事故についても、こういった業界の事情を知る人々からは運転手一人に事故の責任を負わせるのはおかしいだろという指摘が飛び交ったそうだ。でもさ、何年も前から同じようなことが言われてきているけど、なかなか改善されないよね。どこか一つの会社の不備というわけではなく、業界全体の構造そのものに問題があったわけだからな。昨夜ら法整備も進んでいることだろうが、一朝一夕でなくなることはないだろう。みんなは今回の事故や、バス業界のブラックさについてどう思う？意見や感想があれば、ぜひコメント欄に残していってね。ぜひともお願いするぜ。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。